はい、皆さんこんにちは、渡辺隆史です。今回はギレンの野望ジオン独立戦争機ジオン軍編難易度ハード続きをプレイしていきたいと思います。前回は激戦の末ルナ2を攻略しました。今回はその続き、最後ジャブローを攻略していきたいと思います。今回はね、最終回にできるようにしっかりジャブローを攻略していきたいと思います。すでに軍の再編とジャブロー攻略の準備は進めています。では早速ですね、作戦を発動しましょう。攻略作戦からジャブロー攻略戦です。進行ルートを表示します。進行ルートはですね、いくつかというよりもいくつもご覧の通り用意してあるんですけども、制限がありますので、今回はですね、このうち攻略作戦を設定していくつかのルートを選定して攻略していきたいと思います。まず一つ目、地球降下ルートですね。でこれはですね、主力部隊を衛星軌道上から一気にジャブローに降下させる作戦です。それとですね、ベルファスト。ここには今ガルマが入ってますので、ガルマを投入します。なぜガルマがベルファストにいるかというとですね、ルナ2攻略している最中にジャブローからですね、敵の部隊がベルファストに攻め込んできたので、これを撃退するために、急遽ガルマがベルファストに入ってもらいました。まあ、その影響もあって、ガルマは今ベルファストにいるので、ガルマのいるベルファストから、このね、ジャブローを攻略してもらいたいと思います。作戦期間を設定してください。作戦期間もうこれ最後なので20全部使ってじっくり攻略していきましょう。了解しました。攻略作戦を発動します。各軍団への作戦指示をお願いします。では早速投入する軍団のですね、ご紹介をしていきたいと思います。まずは衛星軌道上からですね、ここはですね、第一陣で入ってもらうのがドズル。ここは、なんといってもね、やっぱりシャア。シャアには専用のズゴック用意できてます。これを使っていきましょう。専用のズゴックに乗ったシャア。その他では、新松永、それに中川とも用意したんですね。これらを使っていきます。彼らは専用のゲルググに乗ってます。でさらにコンスコンのところにはですね、ガトー、ケリー、カリウスというところですね。ガトーには専用のゲルググが用意されています。でそして衛星軌道上からは第二陣としてですね、予備兵力、決戦兵力用としてキシリアも用意してあります。ここはなんといっても3年生ですね。この3年生を使って、一気にジャブローで、攻略していきたいと思います。ただ、ジョニー・ライデンも専用のゲルググ。あとは、シャリアブル隊ですね。シャリアブルはドミトローベンが完成してましたので、ドミトローベンを配備してあります。続いて、ガルマですね。先ほどお話した通り、ここはですね、ベルファストから入ってもらいます。主にズゴックを中心に配備してありますね。ギリアムには専用のゲルググ。これを配備してあります。ゲルググはちょっとね、ジャブローという地形特性を考えると使いづらい部分はあると思うんですけども、やっぱり専用機は使いたいですよね。ガルマは指揮官用のズゴックに乗り換えてます。さすがにザクだとね、火力も耐久も心配なので、ガルマは専用のズゴックに乗り換えてもらっています。続いて、有利の部隊です。ここはドム、ズゴックをバランスよく配備してあります。数はね、だいぶ揃ってるんですけども、輸送機、ファットアンクルで侵入するので、敵のね、長距離攻撃には十分注意したいと思います。続いて、キャリフォルニアですね。ここはまずギニアスの部隊なんですけども、ギニアスの部隊はですね、陸路を進みます。ダブでギャロットを使って突入戦を行っていきます。注目のところではアンザムにララーですね。宇宙の戦いはもうないので、地上でララーを使っていこうというふうにですね。あとは、ノリス、ハイサーにはですね、グフカスタム。ノリスといえばやっぱりグフカスですよね。これを配備したいと思います。でそして、キャリフォルニアからはトワニングの部隊も用意。しております。ご紹介だけしておくとですね、ここにはシーマ、
ゲルググの高機動型、これが完成してます。まだ量産には入っていないんですけども、これを配備。シーマンはゲルググで出撃してもらうというところです。で、今ご紹介できなかったところで言うとですね、まあ、やっぱり、ギレン総帥ですよね。何してるんだというところなんですけども、ギレン総帥は、この後、ニューヨークに移動して、ニューヨークから、突入戦を仕掛けてもらいたいと思います。ちょっと他の部隊からは遅れて突入になりそうな感じですね。ランバラル専用のドム。これは使いたいんですよね。マクベも今移動中というところです。ベルファスト、ニューヨークいずれからか突入してもらおうと思います。では、早速作戦を開始していきましょう。我が軍はこれより、ジャブロー攻略作戦を開始する。連邦軍本部ジャブローを制圧することができれば、我らジオンは真の独立を勝ち取ることができるのだ。この戦いで全てが終わる。諸君らの一層の努力を期待する。はい、ではジャブローに部隊到着しました。ギレンとマクベの部隊は決戦兵力として今ニューヨークに集結中です。ニューヨーク、この後ね、部隊を投入していきたいと思います。ニューヨークからかな。3連星はですね、これ、敵軍の士気マイナス7って結構大きいんですよね。例えば、赤い水星のシャアの場合だとマイナス5なんですけど、3連星だとマイナス7が取れるんですね。あとは、包囲も入れましょう。敵軍の命中率、影響を与える内容ですね。では早速、攻略戦を始めていきたいと思います。先ほどご紹介したエースを中心に、一気に、敵の基地中心部を包囲しながら、殲滅していきたいと思います。さあ、舞台展開中なんですけども、一個ね、ケンプファー、シャリアブル隊、乗り換えました。ドムトローベンからやっぱりケンプファーが完成したので、急遽ケンプファーに乗り換えてます。まあ、現在、持っている、モビルスーツの中ではこのケンプファーが多分最強だと思いますね。早速、敵と交戦状態に入ります。ダルマの舞台は、潜水艦の舞台で編成してありますので、まあ、他の部隊に先んじて、一歩も二歩も先に、ジャブローの中心部へと迫っていきたいと思います。
多少の損害は出てますけども、まあ、最終決戦なのでモビルスーツの数ではある程度圧倒しているのでこのまま攻め込んでいきます。部隊数でいうとね、連邦の方がもうジャブロー最後の戦いでもやっぱり多かったんですけども、まだ61機戦車とかね、そういうものも多数多くて、で実際のモビルスーツ戦力でいうとジオンの方が圧倒している状況なので、損害は出たとしてもこのまま基地中心部に一気に攻め込んでいきます。このジャブロを南から攻めるときはドームが有効ですね。機動力が高いですね。下から攻めるときはやっぱり水陸両用、まあ、ズゴックこのあたりが活躍してます。これで敵のモビルスーツ隊は全部排除できましたね。最後に基地中心部制圧していきましょう。全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の掃討戦に移行します。敵部隊沈黙、敵基地の制圧に成功しました。我が軍の勝利です。閣下、ジャブロの防衛部隊は完全に沈黙しました。ではエンディングですね。抵抗する様子はありません。終わったようだ。全軍に戦闘中止命令を出せ。我が軍が勝利したと。我らジオン公国がついに独立を勝ち取ったのだと。は、了解しました。地球連邦軍本部ジャブロ。ジオンの進行を阻み続けた難攻不落の要塞はついに陥落した。ジャブローを失った連邦政府に戦う力は残されておらず、ついにジオン公国は独立を勝ち取ったのである。そして地球圏はギレンザビの手によって統治されることとなり、有料人種による地球圏の支配計画は実行に移される。それが正義なのか悪なのかは後の世に生きる人々にしか判断できないことなのかもしれない。ようやく見えた終戦の曙光。人々はただその一筋の光にすがるしかなかった。このひとときの平和が永遠に続くことを祈ることしかできなかったのだ。宇宙世紀は始まったばかりである。ジオン独立戦争、多くの命を奪ったこの悲劇もより多くの悲しみに埋め尽くされ、やがて歴史という名の記録へと風化してしまうだろう。だがこの悲劇を忘れてはならない。決して風化させてはならないのだ。9世紀の人類が手に入れることができなかった争いのない世界を迎えるために。
はい、ではギルネーボージョン独立戦争期ジョン軍編9ハーをこれで終わりにしたいと思います。